鳥越あずいあずうり FM をご覧の皆様、こんにちは、柳家こきんです。えー、実はですね、今日が番組の第1回目でございます。はい、そこでまず皆様にお知らせがございます。はい、こちらの番組へのご質問はこちらまでお願いいたします。もうわかりやすいです。アットマークあずぱん FM、アットマークあずぱん FM、こちらツイッターですね。 えこちらの方にどんどんメッセージをお寄せいただけましたらば番組中でもそれを私があの拝見をいたしましてあのご質問にお答えをしたりですとかえまたあのこういった話をしてほしいっていうお話あの,の方のお話をさせていただいたりもできますのでえどうぞ皆はお気軽にこちらの方にメッセージを寄せてくださいもう最後までねいつもメッセージがないととても寂しい思いをいたしますのでえぜひよろしくお願いいたします <music> 改めまして皆様こんにちはあの私はこのアズーリさんに、えー、出演させていただくのは実は3回目でございますもうあの皆様、あのー、ご存知のあの看板番組あの柴田リエールさんの番組に2度出演をさせていただきましたえそして MC をさせていただくのは今日が初めてでございます柳谷古きと申しますどうぞ皆様よろしくお願い申し上げます あの古今という名前は実は私であの11代目でございましてあの本来はですねあの古今から古参寺になって古参になる名前なんですね。であの歌舞伎の場合はあの新之助から海老蔵になって團十郎になるという、まあ、そういう感じで、まあ、あの成田屋さんで言うとちょうど新之助にあたるのが古今という名前で。 で、海老蔵が小三治で、古三が團十郎。というそういう位置づけなんですけども、あなんと11代目の私が歴代で一番長く、あの、古今という名前を継がしていただいております。というのは、私の前の10代目の古今は、亡くなられました桂三木助師匠。で、この方が古今から三木助を継がれました。で、その前があの私の父でもございます、6代目の柳屋燕。 でまあ、2つ目から真打でずっと古今になったんですけどもあの兄弟子の男子師匠からもうそろそろもう古今という名前はあの若手の有望株がどんどん継いでいく名前だからもう名前をこう譲ってあの他の名前をあの継いだ方がいいんじゃないかって言われたそうで,でその時に、まあ、父があの「どんな名前がいいだろうでもいい名前はもうないんだよな」っていう時にたまたまこうあの兄弟子5代目の燕師匠が早死にをなさったので。 でその後もうなぜかツバメという名前は代々生え死にをする名前っていうんでもうちょっと襲名がこう控えられていたんですけどもでそれをちょっと襲名させていただきたいということで、まあ、最初はそのうちの父の師匠の五代目の,あの人間国宝になられました柳家小三章小三匠も最初は反対したそうなんですがまあでも結局はあの襲名を許してもらってうちの父が六代目のツバメを継いてででその後あの先代の 古今あの三木助兄さんがついでそして今私が継がせていただいているというのが古今の代々の流れでございますはいいやでもですね面白い話があってその五代目の古参師匠私にとって師匠つばめのさらに上の大師匠でございますがあの古参師匠がまだ私と同じ古今と名乗っていた頃ある東北の町に巡業で行ったそうなんですよでその時に汽車を降りたらばなんと 漁師さんが鉄砲を持って待ち構えていたで、あとでよく話を聞いたらば、話しと鴨鹿を間違えていたという、そういうあの嘘のような本当の話があったそうなんですけども、もう私はこの自己紹介の時に必ずこの子話をさせていただいておりますが、で、番組名でございますが、古今の勝手にリスペクト、もうこの名前の通りでございます。もうですから、今あの JC さんがやってる広告に、 叩くよりあのをご存知ですかあのコンビニでこうあのおばあちゃんがこうなかなかこう会計できないのを後ろのちょっといかめなのもういかついお兄ちゃんが何か文句言えのかっていうとこうたえ合ってこうあのエールを送り合うって CM なんですけどもね本当に僕ねその通りだと思ってるんですよね。うん、ですからリスペクト で勝手にとついてるんで私が勝手にいいというものをリスペクトさせていただくという番組でございます。はい、ですからあの対象はですね、まあ、人物人この人すごいよとかこの人こんなすごいね逸話を持ってんですよこんなね伝説があるんですよっていうお話をご紹介させていただいたりまたあのお店私はもうあの食べ歩きが大好きでございまして。 落語協会の公式ホームページをご覧いただくともう書かれてありますけども「柳屋古今趣味限度をこす聞き酒」と書いたんですね。だから限度を越したらお前聞き酒じゃねえだろうっていつも突っ込まれるんですけどももうねそれぐらいあの私はもうお酒大好きでございましてで特にあのあの食べ歩きも大好きなんです。 ですから浅草ですとか浅草橋ですとか蔵前あと鳥越あのそういったあの隠れた名店もどん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 ご紹介をさせていただきたいと思っておりますしでまたあの地元の方この放送をご覧いただいてあぜひうちの店に来てちょっと一杯やってよっていう時にはあのちょっと機材を持ち込まさせていただいて でそこでこう食べ歩き動画を撮らせていただいてこの番組でご紹介をさせていただくことも可能ですのであのどんどんあのそういったあのお声がけをいただけたらば嬉しく思っております、はい、いやでもね本当にね思うんですけども今日も楽屋にですねこちらの,あの高橋代表がお手製の,の肉じゃが強風のだしにそしてあの本当にあの牛肉を使ってるという 前あの、県民省さんでやってましたけどもちょうどあの三重県の確か桑名だかあの,あの辺りがあの肉じゃがのボーダーラインといってで東側があの豚肉そして西側があの牛肉を使うというそのボーダーラインがちょうど三重県の,あの桑名だそうなんですね。 であの高橋さんはねご出身があの西の方の方の方でございますからやっぱりあの肉じゃがもあの牛肉を使うんだなってあの変なところでちょっと感心をしてしまったんですけどもで今後もですねそういった鳥越をはじめ地元のお店そして私がおいしいと思っているお店の一品をこちらに持ち込まさせていただいてあこの料理だったらばきっとこのお酒が合うだろうっていうのをこう あのマッチングをさせていただいてでそれをこう食べながら飲みながらご紹介をするという日も来るかもしれませんはいあ,ありがとうございますでもあの我々話かは結構ね食い道楽が多くってでまず師匠方のねあのお供で行く機会が多いんですよですからお蕎麦屋さんでもですねまず多いのはまず師匠方もお酒飲む方が多いので,でまず霊視を頼みますね で、冷酒を頼んで、で、私はいつもですね、あの、日本酒やお酒を頼むときに、柔らぎというのをいただくんですよ。で、これは正式に、あの、柔らぎ水と言いまして、で、あの、お酒をこう、柔らかくさせる、あの、そういった意味の、まあ、チェイサーなんですけどね。 でワインやあのスコッチウイスキーバーボンをいただくときには「すいません、チェーサイください」でもいいんですけども日本酒をいただくときで私はあえて「すいません、やわらぎをいただけませんか」って言い方をするんですね。というのは本当はやわらぎ水というのが正式な言い方で,で京都の小料理屋さんなんか参りますともう頼,まれてもあの頼んでもいないのにそのおかみさんが一緒にこう「やわらぎ水どすえ」ってこう出してくださるという。 あのそういった文化が教頭にはあるんですけれども、あのその水というとね怒る人が多いんですよあの。我々先輩がいると酒飲みの方が横でこうお水くださいってお水を飲み出すと「バカ野郎おめえ人がこう飲んでる横でおめえ水を飲むやつがあるか?」って怒られてしまうんでですから私は水をカットして「すいません和らぎをお願いできませんか?」って言い方をしてお水をもらうようにしているんですね。 でところがね面白い話があってこの間あの高円寺のある居酒屋さんで「ですいませんあの和らぎをいただけませんか?」っつったんですよそしたら「すいません今日はもうなくなりました」って言うんですよえ水がなくなるっていうのはどういう状況だと思いますかもう断水ってことですよ別にあのね災害がこう起きてるわけじゃないんですけどもで従業員の方によく聞いたらば和らぎをお水だと知らないで桃屋のメンマ和らぎと間違えていたっていう。 そういうい、ね、実話があるんですよもうだからちゃんとと言わないとダメでですよねでもあの私はの地元でもよく「すいませんあのおかみさんに「やわらぎくださいやわらぎください」って言うと知らない方が「すいませんあのやわらぎって何のことですか?」ってよく聞かれるんですよ。いやこれこれこうでこういうもんでって今私が申し上げた説明すると「ああそうですか今度あの私もあの使わさせていただいてよろしいですかああどうぞどうぞ使ってください」って言うんですよ。 で私あの飲んでる時にはあの自分は話し家で柳や古今ですってことを一切言わないで飲み始めんですよ。で,でも地方公演行ってもねどうしてかってあの聞いてみたらやっぱりね話し方が違うあと注文の仕方が違うそこで何かこの人ちょっとあの普通の商売の人でないんじゃないかって思われるそうなんですよ。ですから地元でついたあだ名が「らぎさん」って言うんですよ。 ちょっとあの困りませんかちょっと、柔らぎさんなんて陰で言われてるんですよ、私。で、あのそうかと思うと、その、そう、頼み方、頼み方、その頼み方なんですけども、その日本そば屋さん、お蕎麦屋さんに行きますと、まず、冷酒をいただいて、柔らぎ水、柔らぎをいただいて、で、そして最初、我々が多いのは、まず、板わさをいただきます。板わさ、あの、かまぼこですね。で、それから、卵焼きや海苔でそういったもので、こう、冷酒をキューッとやりまして、 で少しこうお酒は回ったなっていうところでお酒をそしてそば、あのー、味噌ってあるじゃないですかこうあのよくあのヘラにこう一緒にこう乗って出てくるようなあれをこうなめながらそば焼酎のそば湯割りでこう口を洗うようにして、あのー、そのそば味噌をなめてで最後は冷たい森りそばをキュッとこうたぐるのが、あのー、粋な食べ方だっていうふうに最初は教わるんですね。 で不思議なのは我々はおそばはたぐるといいそしてあのお寿司はつまむって言うんですよですから先輩があのもう一つあの我々は食べることを乗せるって言うんですねあの話し家の不調でで下の上にこうやって乗せるところから乗せるおちょいとあの最後あの,のせて帰ろうよっていうことはこれは何か食事をして帰ろうって時には乗せて帰ろうって言い方をしたりとか。 でおう、ちょいと北山だね、たぐろうかっていうところはもうお蕎麦屋さん。おう、ちょっとあの、口寂しいから最後こう寿司、あのつまんで帰らないかっていうところはもうお寿司屋さんという感じで、何を食べに行くと言わずに、こう、わかるようになってんですよね。だからもう、こういった、あの、噺家っていうのは、もう、カバン持ちの時にね、こう、いろいろ、こう、師匠方から、また兄弟子から教わるんで、だ自然とこうね、あの、口が超える前に、耳が超えていくというか、 もう一発の恒例、ね、前座さんでもうんちきを語れるようになっていくんですよね。はい。本当にね、不思議な世界だと思っております。そして、えっ、ー、と、今日の「古今の勝手にリスペクト」の、まず最初にリスペクトをさせていただく方が、えー、実はですね、3月の30日にお亡くなりになられました、橘屋文蔵師匠でございます。はい、この方ですね。 はいもうこちらはね裁判年のお写真でございましてもうおぐし髪の色ももう真っ白になられておりますけれども私ももちろん前座の頃から可愛がっていただきましたでこの文蔵市長の経歴を簡単にご紹介をさせてくださいでまず1964年昭和39年の3月にまあ、昭和の名人と謳われましたあの8代目の桂文楽師匠 もう黒門町の師匠と言われてあのおりましたこの黒門町の師匠こと文楽師匠のもとに入門をされて前座名が小さいという字に多いという字を書いて平仮名で「み」と書いて「こたみ」そして1968年昭和43年に2つ目に昇進をされて「楽之のすけ」と改名をされました「楽しい」「にのに」「あと「すけ」で「楽之のすけ」ですね そしてあの文楽師匠が、えー、お亡くなりになられましたのでその亡くなられた1年後の1973年昭和48年1月に七、あのー、代目の橘屋遠蔵師匠あ元の月野屋遠京師匠と言った方がお分かりになる方も多いと思いますが七代目の橘屋遠蔵師匠のもとへ慰問をされそして えー、1979年年昭和54年の3月にに新口に昇進をされましたあの話し家っていうのはですね前座2つ目の頃に師匠がお亡くなりになりますと必ずあのどなたか別の師匠のもとに入門しなくてはいけないんですよ。これはもう決まりでございまして。 真打になっていればもう一枚看板ですからもう誰かの弟子になる必要はないんですけども前座二つ目で師匠が亡くなられた時には必ず誰かの一門に入らなくてはいけないという決まりがあってで組蔵師匠の場合は兄弟子まあ兄弟子まあ兄弟子といいとちょっと違うのかもしれませんけども七代目の猿蔵師匠のもとへ慰問をされたそうですもう組蔵師匠はなんとあの秋田県の横手市生まれだそうですね でそう言われてみると確かにもう色白のすごく肌のね白い師匠でしたしでもお育ちは文京区育ちということででなんとですね趣味私あの趣味の話を文蔵師匠とさせていただいたことはないんですけども驚いたのはですねなんとスズムシや卵虫を飼育することが趣味という。 鈴虫っていうのは結構あのこう増やしてってで京都も鈴虫寺とかありますよねあれこう鈴虫をこう増やしていくというのがすごくね技術がいるそうなんですよはい卵中っていうのはもう皆さんご存知の,あの金魚の王様と言われているプクッとしてるあの金魚ですよねで大変にこの,あの病気に弱い金魚らしいので ですからあの育ててこう数を増やしていくのが大変だって前あの聞いたことがあるんですけどもでそういったスズムシや卵虫を飼育してこう増やしていくあのブリーダーのようなねあのそういったことが趣味だっていうことを実は私あのお亡くなりになられた後に聞かせていただきましたで大変にあのサービス精神というかもう私のようなもうはるかこう下の後輩に対してもあの面白おかしく接してくださる 大先輩でございましたで我々はあの先輩の新内昇進披露ですとか襲名披露でそういったパーティーの席でお手伝いをさせていただくんですね。でその時にはあの大概このお受付であの受付版っていうかそのやらせていただいたりあと会場の設営ですとかあといろんなあの引き出物の袋詰めですとかでそういったあの裏の仕事をこうさせていただくんですよ。でまあ、結構あの あの始まる3時間ぐらい前に集合してで終わって1時間後に解散っていう結構ね気も使って体力も使うんですけどもで師匠方があの出席された師匠方がこう引き出物を持って出てらっしゃる時に「お疲れ様でございましたお疲れ様でございました!」ってこう挨拶をするんですけどもこのフビゾ師匠に「お疲れ様でございました!」って言ったらフビゾ師匠がそれを聞いた途端にヘナヘナって私の前で座り込んで「ああ本当に疲れたよ」って言って笑わそうとしたりですとか。 ちょっとそういうあの後輩に対してもサービス精神のある大先輩でございました。そして、あの、文蔵師匠と言いますとですね、この、しゃれがうまい。私はね、本当にね、あの、よく、普通の方々はこうなんか言ってつまんねえとか、なんだよ、どうか詰めてや、面白くねって言うんですけど、僕らはね、人がしゃれって時必ず、あ、うまいねーって言うんですよ。 うまいねーって言うてみんななるほどねうまいねーってまずいしゃれの時にはあれ今聞こえたけど誰が言ったのあもしかして話し家さんみたいなことを言う,言うねってこうやっていじるって僕ら言うんですけどもそういうこと言いますけども私が話し家生活まだたかだか37年ですけども私が一番うまいと言ったしゃれをおっしゃったのがこの文蔵師匠でした、うん、っていうのははいであの暗い目の 桂文楽師匠今の文文楽楽師師匠匠ですねで文楽師匠の襲名披露興業が池袋の芸術劇場でございましたでその時私が前座から2つ目になったばかりで私も出番をいただいてで前,前でこうあの講座務めさせていただいてであのお祝いですから最後まで残ってで文楽師匠がちょっとご出走してくださったんですね出演者に。残った時に番頭さんとして また出演者としてこうあのいらっしゃった首臓師匠交えて、まあ、大体56人だったと思うんですけども当時あのアイスホッケーであのリーグがありましてであの十条静止と王子静止十条と王子って隣同士じゃないですかでこの紙を作る会社の十条静止と王子静止ってチームがあって でところでさ、愛イ系なんだけども、十条静子と王子静子どっちが強いのかなって文楽賞がおっしゃったらば、文蔵賞がすぐこうおっしちゃったんです。どっちが強くても実力は紙一重だってこうおっしちゃったんですね。これがうまいなと思って、いや、今まで聞いたシャレでね、どっちが強くても実力は紙一重だ。十条静子と王子静子だけに、これがね、うまいなと思って、 実はあの3月の29日と3月の30日に池袋演芸場で新作落語の会というのがあってで私もあの出演をさせていただいたその講座の枕でですねあのいや私があの話し家になって一番うまいと思ったのがこの文蔵師匠のしゃれでって実は枕に使ったんですよでこの時あの講座であの披露したのは最初で最後だったんですその日がなんと3月の30日 ちょうど文蔵師匠がお亡くなりになられた日なんですよ。でまさかその日に亡くなられたのと私は気づかなかったんであのたまたまこの,あの話し家として聞いて一番うまかったシャレはこれだって申し上げたのがちょうど文蔵師匠が亡くなられたその日に偶然この紹介させていただいたっていうのも後で知ってあこれも何か一つのご縁なのかなって思った次第でございます。はい で、このあの、組造市長ですけども、私もあの、いくつかお仕事をいただきまして、で、最初にいただいた仕事はですね、なんと、平の中の懲りない面々という、あの、安倍ジョージさんのあの、ベストセラー小説、あの、映画にもなりましたけども、このドラマ版への出演オファーでした。というのは、あの、刑務所のシーンですから、あの、丸刈りの男が一番、あの、いっぱい必要だったんです。 当時私は前座になったばかりで、あのもう丸刈り、もう本当に五輪刈りっていうんですか。で、みんなあのそういった髪型だったんで、とにかく文蔵師匠は、その丸刈りの男を何十人と探してるっていうことで、で、私にもお声がかりがあって、おい、この日空いてるか空いてます。ちょっと TBS の緑山スタジオで収録が行ってこれないか分かりました。っていうんで、あの、伺わさせていただいたのが、 あの最初のお声がかりでございましたそして、あのー、私が2つ目になってすぐですねで次に組蔵省からお声がかりいただいたのがなんとですねあの府中刑務所への異でしたもうだから刑務所つながりなんですよでその時まだねあの私もまだ丸刈りだったんですけどもでその時に府中刑務所であのー 何月何日の何時に府中刑務所に来いっていうことでおっしゃっていただいてであの私が行ったんですねで面白いのは府中刑務所の前にあのバス停があるんですよでそこのバス停っていうのは他のバス停と違ってベンチがやたら長いんですよでそこの前にタバコ屋さんがあってでタバコ屋さんでどうしてこのベンチは長いんですかって聞いたらば タバコ屋さんんの、ね、答えがまた、ね、粋なんですよ。いやもうね何年何十年とこう営を務められてで出ていらっしゃった方がバスを待ってる間に最初にこのね何十年ぶりにタバコを吸っていうんですよ。でそうすると体がもうねタバコにもう慣れてないからクラ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 ってきてそしてこう倒れるんですって。で,で倒れてもいいようにここのベンチは長いんだっていうあのどこまで本当かわからないみたいなもう。<laughs> あ,のあれなんですよね。あの、そのタバコ屋さんもきっとネタにしてるんだと思うんですけども、あの、そういった話を聞いて、で、あの、中に入って、まあ、楽屋にいますよね。で、最初にですね、脅かされたのは、おい、お前な、絶対にあの、あの受刑者ってい言い方はしないんですよね。収容者ってい言い方をなさってました。ここにいらっしゃる方に、こう、捕まったりなんかしたときに、あの、中には友達がわざと捕まって、 そのおい俺を出さないとこいつをただじゃ置かないぞみたいな人がいるみたいなんですけどもそういった交渉は一切受け付けないからなだからお前絶対にあのそういったあの心一概の人間に捕まったりするなってこう最初脅かされたんですけどもでもそんなことなくって私があの行くとみんなね真摯というか私が「こんにちは」ってこう授業すると向こうの方は一切口をきかないでちゃんと授業して返してくださるという。 で着、あのー、着物に着替えますよねで私にあの刑務官の方が2人警護についてくださるんですよ。でこうやって歩いていってその会場まで行く間でで途中であの刑務官がね6人に増えるんですよ。でピッ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 キイカちゃんビーッとのドラマで見るように扉が開いた時に刑務官の方が私に振り向いて「大丈夫ですよ怖いことないですからね」 大丈夫ですよ。怖いことないですからねって怖いだろうと思うんですよ。だって今まで刑務官の2人が6人になってそこまでは何もおっしゃらなかった大丈夫ですよ。怖くないですからね。ここは一番怖いとこなんだなと思ってこう入ってでもその時に注意されたのは絶対に中にいる方と目を合わさないでください。 もう逆上する人もいるかもしれないから絶対にこうあの話しかけられても対応しないでくださいって言われてたんで僕はまっすぐだけ見てこうどん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 進んでいってそしてあの舞台袖に行きますよね。そしたらば、いきなりですねもう刑務官の方が離れて私たった一人になって舞台袖に行ったらばなんとそこに入ってらっしゃる方が3人いるんですよ。で、あっ と思ったらば、その方々がちゃんとマイクと座布団を出してくださる係の方で、で、私がお願いした通りにマイクを出し、座布団を出し、そしてこうボロって来てくださったんで、ありがとうございました。マイクと座布団出してくださいまして、助かりました。本当にありがとうございましたって、私がお辞儀をしたら、向こうの方はもう言葉を交わさないで、私の方を見てこうやってお辞儀をするだけ。ですから、絶対に私と言葉を交わしてはならないというふうに。 あの言われてたんだなって今思うんですけどもねはいでそこの府中刑務所はですね一つあの有名な彫刻があるんですよ長崎の,あの力道山をモデルにしたあの平和記念像ってありますよねであれをこう彫られた、まあ、有名な彫刻家の先生があのいらっしゃるんですけどもその方の三大名作 と言われているうちの一つが「将軍の孫」という作品なんですね。だそこはもう府中刑務所の中にあってですから中に収容されている人たちやそこの刑務官とかあと逆にあのそこに訪ねた人しか見ることができないそういう三大名作のうちの一つの彫刻を見ることができたのも今思えば文蔵師匠のおかげでした。はい、そして 一方この文蔵師匠というのはですね話し家としてでゃなくって役者としても活躍をされてました。で私がですね思い出すのはその「ハッピーフライト」っていうあのー、いわゆる航空パニックまでいかないんだけども、まあ、コメディなんですけどもそういったあの映画があったんですね。時藤三郎さんがパイロットの役をおやりになったりでいろいろこう、あのー、離陸した飛行機が。 あのハワイまで行く予定が、まあ、途中で引っ返してくるっていう話なんですけどもでその時にこう離陸した時にあのバードストライクといってでエンジンのところにこう鳥がこう入っていってしまってでそれをこう写真を撮ろうと思って待ち構えている時にそのバードストライクをもう目撃して撮ってる仲間に「ねえねえ今の見たやばいよねやばいよね」っていうそういうその「やばいよね」って言ったのが文蔵師匠の役だったんですよ。 何でもない役なんだけどもなんかねリアリティがあってでその今後この一つのセリフが今後この飛行機が一体どうなってしまうんだろうっていう暗示させるようなまあ一つのポイントとなる役をおやりになっておりました実はあの私もお芝居には何度か出演をさせていただいておりますでもともとはですね今から6年ほど前にあ6年じゃないあのコロナ禍がありましたのでもっと前かな7年8年ぐらい前 にあの分七もっといっていうあの人情話があるんですもともとはあの落語界の神様と言われております三遊亭延長師匠がこしらえた落語で,で、えー、江戸から明治になってその長州藩あの伊藤博文とか井上薫とかそういった方々がこう東京に入ってきてですよ延長師匠に向かって確かあの井上薫だと思ったんですけども おいお前たちの江戸っ子っていうのはどういうもんなんだって言われた時に園長師匠が分かりましたそれでは江戸っ子というもののお話をしましょうと言って講演したのが文七もっといという落語ででこれは左官こ壁を塗る仕事ですね左官の長兵衛という親方があの実はもう自分がやり直すために車のお上からお金を借りんですでその代わりにお金を返さなかった時には 娘が奉公に,に出した娘が浄路になってしまうというそういう大事なお金を今まさに目の前で川に飛び込もうという若者を助けて話を聞いて娘,娘を肩に借りたお金を惜しげもなく長兵衛がその若者に渡してそして去っていくでこのお金が元でまた最後はハッピーエンドになるお話なんですけども でこの江戸っ子の行動こそが江戸っ子の本質であるというんで落語でもっていわゆる明治の元君方を黙らせたという有名な逸話があるんですけどもでその文七もっといというあのお芝居をこうある劇団の方々がおやりになることになって「古今さんすいませんあの実はですね思考でもって文七もっといのお芝居の前に」 作者であられる延長師匠が落語をやっているというそういう手入でちょっと枕を振ってもらえませんでしょうか。で私が延長師匠の役をやってでその後枕の後さてこれから左官の長兵衛が帰ってまいりますと話の始まりでございます。ちょんちょんと気が鳴ってお芝居に変わるというなかなかね粋な演出なんですけどもその話か延長師匠の役をやってくださいと言われたのが最初でした。 で、面白かったのは最初にあの話し家の役だって言われて行ったんですねで初日に行きましたらばなんと台本の読み合わせの後、あそうだこの町内の頭。 この頭の役の人が降板したんだ。頭の役の人がね、ちょっとね、いなくなっちゃったから、古錦章お願いできませんかって言うんで、あ、いいですよ。これぐらいの役だったら多分できると思いますから。って言うんで引き受けたんですねでふつ。で、また次の日、稽古に行きましたらば、すいません。あの、ヤクザの役の人がまた降板をしてしまったんで、これも師匠にお願いできませんでしょうかつって、稽古に行くたんびに役は増えてくるんですよ。で、 そしてあのまあいきなりあの舞台初出演でいきなり三役いただいてやったのが私の俳優人生の始まりでございました。でこの文七もっといの後もあもご縁をいただいてその劇団の方の作品を大体4作品、まあ、大体年に一度のペースで出させていただいて。 で、今回はですね、その,あの私の出演の舞台をご覧いただいた別の劇団の主催,主催,主催の方が私にオファーをいただいてこのお芝居に出させていただきます。で、今日はですね、DVD がありますのでそちらをまずはご覧ください。お願いいたします。 今はこのチラシだけでなく、ねはい、あの映像で、ね、あの見ていただけるもう時代なんですよね。 「バラのように情熱的に」「立ち上がると明日をつかむために」「暗闇でさまよいひとつの光を見つけた」 いた心に「熱く強く湧き上がる」愛「愛それは溢れる美しさ」「きらめいて私をいざなう」「愛それは真空に染まる炎の燃やし尽くせとトに激しく」 はい、ご覧いただきました。こちらがあの今度私が出演させていただきますお芝居の、まあ、宣伝用の DVD でございました、はいえー。皆様にはですね、あのこちらチラシ、まあ、今フライヤーって言いますけどもご覧いただいておりますがあの右の一番上ですね、こうやって私はビビをこうやってるんですけどもあそこです、はいあの。これが私でございます。 なんでこの校長先生もですねもう普通の校長先生じゃないんですよ。なんと落語が趣味であのお知見を作ろうと思ってであの演劇部が廃部の危機になっていて「あのすいません演劇部です。よろしくお願いします。一緒にお芝居やりませんか?」っていうその廃部の危機でもう一人でも多くのもう演劇部員をこうスカウトしたいっていうその生徒に向かって あなたあの落語に興味ありませんかお知見作りませんかというようなちょっとねとぼけた校長先生なんですよで。ところがこの校長先生がですねこの学園祭で無事にこの「ベルサイユのバラ」というあの池田理代子さんの,あの有名な作品がありますよね。でそれを演劇部があの文化祭当日に上演できるかどうかという。 昔あの、中原監督の桜の園というあの映画があったと思うんですけども、でそれと同じでその、無事にこのベルサイユのバラを開演できるのかどうか、そういう学園ドラマの,あのお話となっております。そして、私はあのその要所要所で出てまいりましてあ、だったらこうすればいいじゃないですかあ、そんなのわけないですよ、こうやった方がいいですよという形で、思いつきでどん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 こう。 提案をしてってっそれでみんながこう翻弄されてもうごちゃごちゃになって果たしてこのままで無事に初日を迎えることができるのだろうかということをあの皆様にはドキドキしながら見ていただくというそういう内容のお芝居でございます。でなんとですねあの主催のあきら座の皆さんはですね 知恵崎さんそして安倍さん別府さんというこの3人のユニットを中心とした劇団でございまして私はもちろん客演です。で私のいただいた役の設定が落語の好きな校長先生落語に凝っている校長先生という役でございますからなんと文化祭当日のシーンで私が落語をやることになってるんですよ。 でつまり、このお芝居をご覧にいただいた方は、もれなく私の落語20分がついてくるという。<laughs> まあ、これがなんかね、ご思想なのかなんだかわからないんですけども <laughs> あ。ありがとうございます。もうね、本当にあの言われて。まあ、20分9回公演あるんですけども。で、9回ともちょっとね、枕を変えて一つの落語をやってみたいなって、今、ちょっと実験的なことをしたいと思っております。 あの大概この枕は一緒であのネタを書いていくっていうやり方をよく我々はするんですね。あの最初こうお客様は枕で反応を見てでそれから今日はこの話をしようあやっぱりこの話をしようと思ったけど今日のお客様にはこっちのがいいと思うからこっちにしようっていう形でこうどん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 こう書いていくんですけどもあの今回はちょっと逆に。 あの枕を毎回書いてで,でも古典落語はきちんと同じ話をずっとやってくるそういうちょっと実験をしてみたいなと私は思っておりますはいでチラシをもう一度見ていただきたいんですけども題名がですねはい「我が名もオスカル」もうこれでもう大体ねどういった内容なのかなって勘の,のいい人はすぐわかると思うんですけども「我が名もオスカル」「田座第22回の公演」 落語シリーズ楽しいという字に娯楽の語で落語シリーズ第8弾ということです。そして本年の5月の11日の木曜日から15日の月曜日まで。で、会場がですね、はい、こち後ろの方のチラシがあると思いますが、ちょっと皆様ね、見えにくいと思いますけれども、上からずっとこう見ていきますと、はい、まずここ、はい、絵空箱ってありますね、マップ。 今ちょうどいいところを出してくださっておりますがあの最寄り駅は有楽町線の江戸川橋の駅 1B の出口から徒歩2分そして東西線の神楽坂の駅2番出口から徒歩の9分というところですねはい新目白通りからちょっと入ったところだと思うんですけどもここはエソロ箱っていうのはこれはなんかよくあの聞いたらなんかカフェというかレストランというかそういう飲食店を借りて そその期間中は劇場として使うそうなんですですからあのバーカウンターようなものがあったりしてそういうちょっと日頃の劇場とはまた違った異空間で楽しんでいただけるあの空間だと思っておりますそして、えー、と下の方に行きますとスタイムステーブルですね、はい、5月の11日があの木曜日これがあの初日ですねあの平日割対象会 そして、はい、で12日がですね上映中写真撮影 OK の会とかあと私もこれねよく見て、ね、知ったのサイン券の販売,販売,販売会なんか役者さんってすごいいろんなことを考えますよねでサイン券っていうのは推しのキャストから対象物販商品に直接サインがもらえる券1枚300円ってこれ300円って安いんだか高いんだかよくわかんないんだけどもあのサイン券。 で僕らあんまりねお金取ってサインってしたことないんですよ実は。でサインお願いしますって言われたら大概話しかね断らないですねいいですよっていう感じでこうやるんですけども。で有名なあの今の米助師匠のネタがあって天下の大好きなあの長嶋茂雄さんもう長嶋茂雄さんにもうとにかく名前を覚えていただきたくてもう番組中で「え私米助はこう思うんですいや米助はねこういうふうに思うんです」ってもう自分の名前を連呼した。 で番組が終わって長嶋さんに「すいません長嶋さんサインお願いできませんか?」って聞いたら長嶋さんが「長嶋茂雄」ってこう書いてで最後に「あのお名前は何ておっしゃるんですか?」って聞いたんですっ、ね、て「あ私あの桂與助と申します」と言ったら長嶋さんが一言「まるで落岡さんみたいな名前ですね」って言われたっていう、まあ、どこまで本当かわからない米助師匠の小話がありますけども。 まあサインというのは基本的に頼まれたら我々は断らないんですけども今回はこの演劇ではサイン券の販売,販,売販売会ですとか OP 動画撮影会とかいろいろあるんですよねですからあのー、場内では推しの役者さんのチェキを発売するそうなんでなんか私も自分のチェキって売ったことないんか果たして何枚売れるかわからないんですけども私の場合はですねあのー 来てくださった方あの毎回毎回あの昼の会と夜の会あるんで夜の会は毎回あの来てくださったあの親しい方とお酒を飲む会を設けておりますのでえよろしければ芝居が終わった後私と一緒にお酒を飲みませんかはいであのあれですお芝居今度あの私も今 大体週に3回ぐらい稽古に通ってるんですけどもでも役者さんっていうのはやっぱりすごいですよねあの芸熱心というか何というかで落語家っていうのは結構手柄も自分の手柄でも失敗したら自分の責任っていうのがあって結構一匹狼の人が多いんですけども役者さんっていうのはこうみんなでこう団結しないとやっていかれない。であの新宿水広邸のそばに あの結構あの芝居小屋が多くてで我々が末広亭の,の寄せのあと鳥の師匠にごちそになってこう飲みに行くお店があるんですけどもよくそこであのお芝居の打ち上げと一緒になるんですよ。で我々話し家の世界というのは年功序列といってもう上の言うことは絶対例えばこう20人30人50人という席であってもこうガ,ヤガヤガヤガヤ話してますよね。でも一番上の人が 「ところでさ」とか「おい」とかっていうと必ずみんな話をやめてはいプッとねあのそちらの一番偉大師匠の方のを向き直って話を聞くっていうのがちゃんとこうなってるんですけどもですからあの先輩と喧嘩になるっていうことはまずありえないもう喧嘩をする時にはもう自分が話し方をやめる時でもう決まってますんで,でところが役者さんっていうのはすごいんですよね情熱的というかもう横のテーブルで。 お前の芝居に欠けてるもんがある何をこねやろどうこうっていうのは最後はつかみ合いの限界やってんですよですからもう同じ打ち上げでも僕らよく弟弟子というのは「俺たち話し家でよかったよななんで酒飲んで最後つかみ合いしなきゃいけねえんだよ」なんて言いながらあのご一緒させていただくんですけれどもそして私の告知ということでございますがはい私も来月独演会を開催をさせていただきますはいこちらでございます 第21回柳谷古今独演会2023年5月22日の月曜日あの寄席の池袋演芸場をお借りして公演をさせていただきますで夜席ですから開演が19時会場が18時30分そして木戸線は前売りが3500円で当日は4000円でございますはいあツイッターにコメントをいただいたそうでございますありがとうございますはいあ ももうう第一回目なんですけどもありがとうございいますはい、ごめんなさい柳家こきさんのことは知らないのですよでも落語さんが司会進行の番組というのは確かに面白そうですね期待させていただきますああの志村様ですねはいありがとうございます私も志村様は存じ上げないんですけれどもあのあれでしたあの落語家の司会進行する番組というのはですねもう我々ねあの 戦いいでございまして放送で言っていい話といけない話というのがあってでこの番組ではですねこのお酒を飲みながらちょうど皆様とお話をしているような感じでどん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 あの日頃のテレビではできないお話もさせていただきたいと思っております志村さんはじめ皆様どうぞご期待くださいはい。 あ、独演会のお知らせが途中でございましたが、これはあの元々父の芸名でございます。柳家燕襲名への道ということで始めさせていただきました。もう今回で第21回になるんですね。もう大体年に最初2回。 やらせていただいてそれから3回4回と増やしてきた独演会なんですけども第21回の独演会5月22日の月曜日でございますのでもしあのちょっと落語を聴いてみたいなっていう方がいらっしゃったらあのお越しいただければと思っておりますで今回はですね手に汗握るサスペンスと落語ならではの温かな笑いをお楽しみくださいということであの落語っていうのは結構ねサスペンスものっていうのは非常に少ないんですよ あの怪,談あの怪談話というのがいくつかあるんですけどもその一つ実実は江戸時代に実際に際起こった不思議な事件があるんですでこの事件をもとにした落語が一石とあともう一つはもう落語らしい皆様に本当にあのくつろいで笑っていただけるお話その本立てであのお届けしたいと思っておりますので、えー、ぜひあのお時間が許す方はあの池袋演芸場でお会いさせてください。 はいこの番組も第1回目でですねもうあの前回あの柴田リエルさんの番組で伺った時には2人でこう進行したんであの時間が経つのがあっという間だったんですけども1人で話すと意外と長いなっていう印象がありました。というのはあの我々落語というのは大体30分を2本やるんですね。はいあまたツイッター の方にコメントが届いたそうでございます。嬉しいですね。でもね、あのオンタイムで見てくださっている方がいらっしゃるということでございますから、本当にあのうしく思います。はい。あ、こちらはですね、柳や古金賞新番組おめでとうございます。こちらはですね、先ほどのご紹介させていただいた劇団のアキラ座の阿部さんという、もう私もね、買ってる役者さんなんですよ。もうすごくね、背が高く。 特徴なんて言ったらいいかなあの好、ー、青年の役もできてサイコパスの役もできるというすごくね、あのー、芸の幅の振り幅の広い役者さんでございましてもう私のちょうど年齢が半分ぐらいだと思うんですけどもこれからどんどんいろんな役を、あのー、演じられてどん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 人気が出る役者さんだと思います。安倍さんありがとうございいましたはい この番組でございますが今後もですねあの第3週の火曜日ですね第3火曜日にあの18時より生放送をさせていただきますそして冒頭にも申し上げましたがこの鳥越や浅草橋浅草またこの界隈の近いお店やそしてあのこちらにゆかりのある皆様をどん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 取り上げてリスペクトしていく その素晴らしさを伝えていきたいという、そういう番組にしていこうと私は思っております。えですから、あの、次戦多戦はあの問いませんので、あの、こういったお店があるよ、あの、こういった素晴らしい人が近くに住んでいるよとか、でそういった情報をどん,どん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 こちら、あの、鳥越アズーリ FM へお寄せください。そちらの皆様のお声をお聞きしまして、私もどん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 番組に取り上げさせていただきたいと思っております。はい。 ちなみにですねはいあとこの番組あの来月からはですね第3火曜日終わった後あのお店を私がご案内をさせていただきますので必ず番組終了後は私がそこのお店でいっぱいやっておりますそこへ来ていただいた方とは私と一緒にお酒を組み交わしていただけるという特典なかなんだかわか,からないんですけどもそういう皆様と直に触れ合うことのできる会を どん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 続けていきたいと思っております。はい。え皆様、第1回目いかがでしょうか私も一人で番組やったのは初めてでございましたんで、ちょっと若干緊張していたんですけども、なんか楽王とはまた違った感じで、私も大いに楽しませ,させていただきました。はい。それでは、第1回、古今の勝手にリス,リスペクト、これにて終了でございます。 またお会いしましょう。さようなら。